ジェシー・ジャクソン1973年7月、プッシュ連合年次総会でスピーチするジェシー・ジャクソンジェシー・ジャクソンはアメリカの公民権活動家でキリスト教バプティスト派の牧師。サウスカロライナ州グリーンビルでアフリカ系アメリカ人の両親のもとに生まれた。1960年代の公民権法を施行後にアフリカ系アメリカ人のための市民権拡大の活動家となり、 マーティン・ルーサー・キング・ジュニアなどと信仰を持った。ジャクソンは1984年、アメリカ合衆国大統領選挙に民主党の大統領候補の指名を得るための予備選挙に立候補し、ウォルター・モンデールとゲイリー・ハートに次ぐ3位の得票数を得た。ジャクソンの狙いは選挙に向けて黒人を動員することで黒人の政治参加を高め、それを通じて 黒人の影響力拡大を図ることにあった。ノースカロライナ州の民主党党大会に出席した大議員に絞って実施された調査では、白人の大議員の多くは、ジャクソンの立候補が党の支持拡大に資すると考えつつ、しかし自身は他の候補に投票するという行動をとったという。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のマイケル・デュカキス候補に次ぐ、 第2位の得票数を獲得し、民主党の副大統領候補とも言われたが、後に、デュカキスによってこれは否定された。2012年に、アディダスが発売しようとした、アシカセツキスニーカーについて、黒人が、一人の人間とみなされなかった、不名誉な歴史を商品化しようとする試みは、不愉快でおぞましく、無神経だとの声明を発表している。2015年8月には、ロンドンにある、 在イエークアドル大使館を訪れ、ウィキリークスの創設者であるジュリアン・アサンジと、報道陣の前で握手を交わした。2017年11月17日、ジャクソンはパーキンソン病と診断されていたことを発表した。ありがとうございます。